はい、こんにちは、2020年の2月の13日、15時47分にツイキャスでオープンして、配信しておりますタカクチャンネルのタカクです。ですね、ちょっとね、今日の夜もすいませんが、大事をとってお休みしようと思っております。だいぶね良くなった来たような気がするので、なるべく早めにね、夜のライブも配信できるようにしたいと思ってます。ですね、ちょっと今日ね今伝えたいことが、フィリピンの、ありがとうございます、地位協定ですね、の破棄について、なんですが、小野さん、森永さん、どうもどうも。ちょっとね、限定チャンネルの人にはちょっとね、PDF、論文の PDF をね、貼り付けてたんだけど、まだ全部読んでないんですよ、僕も。なので、ちょっとこれを歴史的なね、フィリピンとアメリカとの関係、この基地についての関係なんかを見ながら、このことはまた別の動画で配信していこうと思います。ちょっとね、軽く調べたので、どんな感じかなと思って、アメリカ、要するにフィリピンの、軍事力が今どんなような感じなのかなっていうのでちょっと調べたんですが、国家予算としてはフィリピンは、軍事費がだいたい2015年現在、3200億円ぐらいですね、軍隊が約11万人ということで、日本が5兆円超えてますから6兆円近いのかな、もうね、日本の10分の1、20分の1ぐらいの規模かと思います。で、ただね、2018年にドゥテルテ大統領は、6200億円かけて、フィリピン軍を近代化しようっていうことを結構大規模にやってます。なので結構ねフィリピン軍はだんだん強くなってきてるっていうことだと思うけど、その中フィリピン一国で中国と対峙しようとかはもうほぼ無理かなっていうふうに思います。ただね、フィリピンのこう歴史のやつをつらつらっとちょこっとだけ見たら、結構フィリピンってアメリカに対して結構タフコミュニケーションというかタコネゴシエーションというかね、かなり出てけって結構やってるんですよね。なのでその日本のいわゆるよくわかんない人たちが安保条約は破棄できないとか、地位協定は無理だとか、なんかそんなようなことを言ってるんだけど、少なくともフィリピンぐらいの国でもアメリカと普通にね、話ができるということです。そこだけちょっとまず覚えとくというか、のがいいかなっていうふうに思いますね。はい、それでもう一個はね、ソフトバンクですね。ソフトバンクなんか新聞見るとね赤字とかね、また黒川さんあたりがね YouTube 出しちゃうかな、これね、また倒産みたいなね、なんか決算発表の時のね孫正義さんは全然そんなこと言ってなかったんだけど、なんか結局テレビではね、マスコミではソフトバンクは赤字とかね、やばいとかなんか書いてあったけど、私は全然そう思わないということを改めて言っておきます。これね、ソフトバンクは孫正義さんが言ってるようにもう投資会社なんですよ。投資会社だから株主つかね投資屋なんですよね。だから別にそのギャンブルみたいなことやってるんで、こっちで負けててもこっちで勝ってりゃいいじゃんみたいな、本業がどうこうとかもう全然関係ないみたいな、そういう世界に行ってるということです。で、もう一個言うと、じゃあその世界の株価が今上がってますよね。これからまた上がりそうな感じがすると、でこれしばらく上がってて、で上がってるのはいいんだけど、下がった時はソフトバンク潰れちゃうんじゃないかみたいな、
うちの師匠がソフトバンク倒産の裏を取ってくれることを願ってますうちの師匠って誰ソフトバンク倒産とかな、何か意味が分かんないけど、言ってる意味が、うん、まあ本業がっていうけど、本業は投資業なんだから、うん、あ、宇都宮先生、宇都宮先生意味分かんないよね、あの人ね、うん、宇都宮先生言ってんだ、そんなこと、うん、まあなんかさ、ソフトバンクを倒産するっていう、そういうなんか、まあ、倒産どこら辺が倒産するのかってこと全然わかんないけどね、うん、まあ、まあまあまあそういうのもあるかもしれないけどね、何パーセントかね、うん、ソフトバンク倒産する確率より東芝が倒産する確率の方が高いんじゃないかなと思うけどね、俺は。まあまあまあ、それはそうとして、ソフトバンクの未来について、なんですが、ソフトバンクは要するに株価がこう上がってって、で株価が上がっていくたけ、株価とかが時価総額が上がっていけばいくほど儲かるじゃないですか、ソフトバンク的には。というかそういう投資会社的には儲かると思います。で、思うから、ただ、その株がバーって下がっちゃった時に倒産するやんけと、株が下がっちゃったら終わりやんけボケカスってこう言われそうなんだけど、あのソフトバンクね、もうその次のその株が、株というものの先、その為替とかの先に行っちゃってるんですよね。要するにデジタル化していくっていう、これからそのお金というものは紙幣というものからこれからデジタルになっていって、情報というものが価値があるとか、その電脳の世界が価値があるという世の中に移行していく中で、日本の企業でほぼソフトバンクだけが、そういったところに職種をいっぱい伸ばしていると。で、特にソフトバンクはペイペイを買って、LINE Pay を買って、SBI 証券を持ってて、まあ、その他もろもろアリババの株を持ってたりとか、スプリントね、アメリカの株、アメリカの携帯会社とか、まあ、いろんなところに職種を伸ばしていて、特にその力を入れてるのが、デジタルですよね。デジタル決済、デジタル決済の方をかなり、どんどん進めてると。要するにこの世の中が、ドル中心の世界がしばらく続いてて、それがドル中心の世界とその、まあ、株とか為替とかこういったものからビットコインになるものが出てきて、だんだん様相が変わってきたと。さらに、デジタル人民元になるものが出てきて、この前のダボス会議では、EU でも日本でもアメリカでもデジタルドル、デジタル円、デジタルユーロなるものを作ろうと、まあそういうことになってきて、この時間的猶予は最長でも2024年と、まあ、そんな感じだと思うんだけど、あ、お大事に、あざっす、うん、お茶飲んでますよ、これほら、これこれこれ、もうこう、このね、血石はね、水飲むしかないんだよ、これストレス溜めないで、ということで、はい、ということで、まあそれでね、ソフトバンクはもうその次を狙ってると。要するにデジタル円に移行する中で、その今までの価値観が変わるところにもうベットしてるよっていう話です。あのソフトバンク潰れる派の人たちに聞きたいんだけど、逆に言うとそのデジタル円に対応してる日本の会社って他にどこがあるんですかね。逆に聞きたいわ俺は、うん、その次の世界に、次の時代に対応しようとしてる会社、大きな会社、他にどこがあるのかなみたいな。まあ、東京三菱 UFJ がね、UFJ コインなんかを作ろうとしてて、まだ実装化されてないけど、
ね、そんなような動きもあったりとか、あとその楽天ペイなんですね、楽天が最近こう叩かれてるけどね、楽天ペイも楽天もちょっと潰されそうな勢いでね、どうやらソフトバンク勢の方がはるかに有利と。でその他あるんですか、なんかね、と思うよ俺は。うん、なんかソフトバンクが超絶やばくなっちゃう可能性はあるけど、ソフトバンクが潰れる可能性の方がはるかに低いと、そういうことでまあ言っときます。はい、で、あとですね、ディープウェーブっていうのがあって、その検索サイトこう検索するんだけど、検索こうするときにみんな検索すると、 Google とか Yahoo とか Firefox とか、まあ、いわゆるブラウザっていうやつを使って、なんかこう検索サイトを経由してこういろんな情報を取るじゃん、 Google とか Yahoo とかね、まあそれ日本はそれぐらいしかないけど、まあ、韓国とかネイバーとか使ったりとか、まあ、中国は中国であるでしょ。でそういうところを経由して世界にアクセスするわけじゃん、情報。でもこれって表層ウェブって言われてて、この世界にあふれてるインターネットの情報の1割ぐらいしかそのネット検索で引っかかってくるものってなくて、 90% 以上はいわゆるディープウェブって言われてる、その検索しても出てこない、検索に引っかからない情報らしいんだ。でなんか物事の本当のことを知りたかったらこのディープウェーブにアクセスしなくちゃいけないみたいな。なるほど、まあ、前からなんか気になってたけど、またこう気になっちゃって、あ確かにね、 Google さん Yahoo さんにお伺い立てた、情報しか基本的にはこう電脳こうね、皆さんは見ることができないと、基本的には。だけど一部のねハッカーだったりとか、まあそういうネットに詳しい人間は直接ね、ディープウェブの方にアクセスして、結構いろんな情報を得ると。へえと思ってね、うん、これ何で伝えてるかっていうと、ハッカー誰か知らない誰かハッカーなるものがいたら、せちがらい世の中、うん、本当だよね、せちがらいよね、うん、で、まあハッカーみたいな、そういうこと詳しい人がいたら連絡ください、うん、はい、ということで、今日はこれから、ちょっと時間がある限り、生活保護およびフードスタンプの話をしていきます。生活保護ね、生活保護は日本で約209万人、人口の約 2% ということです、割合的には高齢者が、51%、傷病者が 15%、障害者が 12%、母子家庭が 6%、その他が 16% ということで、ただね、こう子宮のことを調べてみると結構ね、生活保護おいしいといいなとこう思っちゃったりなんかしました。まあ、こんなこと言うとね、なんか山本太郎審判からねこの野郎って言われちゃうかもしれないんだけど、いやいやでもね、生活保護をもらえるまでが大変だけど、生活保護もらっちゃったら結構ねいいんじゃないと思いますけどね、どうですか皆さん。例えば生活保護は、まあケースなんですが、ケースね、これケースバイケースなんだけど、東京23区の25歳が、こう生活保護を申請して、まあ、仮に支給できると、
いうことは、いうふうになったら13万2930円ぐらい入るらしいんだ。13万2930円って結構いいよね、うん、って感じ、うん、扶養照顧紹介なくせよって。あまあね、うん、であとね、そのあとはこの愛知県のね、田舎に住む、73歳の女性の場合、うん、こう年金とかもらえてないとしても、10万3860円ぐらいもらえると。でさ、考えてみたら年金は月6万円ぐらいなんだよね、確か国民年金って。でさ、これさ、生活保護だとさ10万3000円とかもらえるわけじゃん。だからさ、生活保護もらった方が良くない？でしかもさ、医療費ただじゃん。で介護費もただなんよ。いやだからさ、これ普通に考えたらやっぱさ、生活保護もらうべきだよねと思っちゃったのは俺だけですか。でなんかね、ちょっとね、なんでフードスタンプをねちょっと調べてたんだけど、まあフードスタンプをね調べてたついでにね、生活保護もちょっとどんな感じだったっけなみたいな感じで思ってるんだけど、ほんとね、なんかねすごいんよ。とあの冬はね、灯油加算とか言って灯油の灯油代ももらえるとか、あと冠婚葬祭の費用とか、あとね、介護、医療、教育なんかも全部出るんだよね、これ、うん、だからこれってやっぱさ、なんか生活保護をもらっちゃった方がいいよねとかちょっと思っちゃったな私だけですかこれ、うん、これとかね、例えばね、北海道函館地に住む32歳の人で、奥さんと子供がいる人なんかね、いると、これ全部足すとね18万9120円もらえるのよ、うん、だからなんか働かなくても結構いいよねって感じで思っちゃってるな。で毎月なんか月5日に支給らしいね、うん、いいよね小田さんね、うん、だからなんか生活辛かったら生活保護を受けるべきっていうふうに思います。で生活保護をもらうその手続きがなんかちょっとよく分かんなくて、なんか保健事務所のあるところに行って、そのケースワーカーみたいな人に話をして、どういう審査でその人が生活保護 OK になるのか不可になるのか全然分からないんだけど、まあなんか誰かそこの福祉事務所の所長とか担当者が勝手に決めるんだと思うんだよね、きっと。うん。で、この決め方がなんかすごい問題というか、だと俺は思うんだけど、うん。うん、なんか福祉事務所っていうところらしいよ。あ、マイケルさん、こんにちは。あの、福祉事務所っていうところがやってるらしい。うん。で、なんか申請書とか書いて、でそこが OK だとなんかもうね2週間以内に決定されるらしくて、で2週間以内に決定されなかせなくて、それであのまたそれ不服だったら不服届けっていうのを出せるとか、まあそんな感じらしい。でこれ生活保護ね、もう絶対受けるべきじゃんと思わない？でしかもね、なんか森永さんね、あの今の収入が低い場合、その低い収入もらってても相談に行ったら生活保護費の方が高ければ支給されてる、その差額分の生活差額分のお金を支給されるらしい、うん、なのであの私が皆さんに伝えたいのは、さあ生活保護を受けに行こう、うん、
そう、足りない分ももらえるっていうね。いや、素晴らしいなと思って。うん、素晴らしいと思って。で、今度はフードスタンプっていう、アメリカのフードスタンプについてね、通帳残高とか全部見せて、家賃証明とか手続きは面倒くさい。ああ、いやだけど別に通帳残高とかだって別になんかね、お金入ってない通帳だけ見せればいいんじゃないの？家賃証明とかもだってね、別にななんかこうなんかそのケースワーカーのおばちゃんかおっちゃんがなんか上から目線でいろいろ言われるだけでしょ、だってね。いや、それこう共産党ですね、はい、共産党の市議会議員がもうほとんどその毎日そんなことばっかりやってんじゃないの、共産党はきっと。これからね、森永さんね、もう絶対もうね、食うに困ったらね、もうポクポク党に入るといいよ。あの創価学会、創価学会に入って日曜日に行って泣きながらその生活保護を受けたいんですって言ったら、あの絶対一緒に行ってくれるよ。うん、だからなんか別になんか通るんじゃないの？うん、行った方がいいと思うよ俺。うん、そう都道府県によって違うのがおかしいんだけどね、マイケルさん。そのなんか福祉事務所によって違うってこと自体がおかしいんだけど、そのまあなんか適当に決めてんだって絶対。うん、もう適当に決めてんのよ、所長の気分とかで。ケースワーカーが機嫌がいい時はね OK で、気分が悪い時はダメとか、そういうレベルだと僕は思いますよ。うん、顔とかね、そう顔とかね、うん、適当ですね絶対。大阪一番通りやすい。あ、そうなの？あ、でもね、別府すごい通りやすいらしいよ。うん、なんかいろんなとこから来るもん、別府市に生活保護受けに。うん、だから別府は緩いみたいですね。はい、聞くとこによると。だからすごいね、あの生活保護率高いんだよね、別府って。確かね、7% とかあったっけな。忘れちゃったけどね、俺調べたんだよね。うん、かなり高いんですよ。うん、なんて素敵な街だろうと思ったね、俺は。うん、あ、それでね、アメリカのね、フードスタンプっていうやつがあるんだよ。うん、でアメリカには生活保護がないって言うんだけど、まあこれね、実質これが生活保護みたいな感じで、どれぐらいでやってるかっていうと、約4000万人の人が受けてるのよ、このフードスタンプ、スタンプっていうやつを。うん、でこれフードスタンプっていうのは何かっていうと、んなんて、家賃も上限あるから上限以上の引っ越し進められると。引っ越し費用は出してくれるらしい。じゃあ別にいいじゃん。いや、引っ越し費用出してくれるんだったら全然引っ越せばいいと思うのね。うん、フードスタンプはなんかね、ハワイでは1人当たり、要するにフードスタンプってあのアルコールとかタバコとかは買えないんだけど、それ以外の食料品とかは全然買えるっていうやつで、4000万人支給されてるってことは、アメリカの人口の 12-3% はフードスタンプもらってるんだよね。でスタンプっていうか、スタンプみたいなのがあったらカードらしいよね、デビットカードみたいなやつをこうもらえて、それでこう買えるんだよね。でこれね、ハワイだと、1人当たり月354ドルこうフードスタンプもらえるっていう。で結構基準的にはね、年収200万とか300万以下ぐらいかな、確か。日本人のほとんどこれフードスタンプもらえんじゃねって思うよね、田舎だと。だって田舎だと手取り15万とか平気でいるしね、みんな。だからなんかアメリカではフードスタンプもらえるようなレベルだったけど、日本だと全然何ももらえないっていう。でね、俺ね、これなんで今日ね放送したかっていうと、あのね、生活保護もらえると結構いいんだよね、これ。
生活保護もらえちゃうとこうやっぱりいいわ、うん、でただこの生活保護もらえないとなるとこれ全然何もないんだよね、うん、で、まあ、私はベーシックインカム派なんでね、なんかこんなめんどくさいことはやめて全員にお金配れと思うんだけど、あのフードスタンプみたいなのを日本で導入するのもありなんじゃないの、そのベーシックインカム、ベーシックインカムやるのが一番いいんだけど、うん、でこれ実際さフードスタンプっていうのお金じゃん、だからなんかそのベーシックインカムやるとなんか制度が大変とか言うけど、やっぱそのデビットカードみたいに配ればいいじゃんね、これフードスタンプみたいな感じでカード配ってたそこに金入れとけばいいわけじゃん、そうでしょ、なんかこれすぐできんじゃんと思ってね、ベーシックインカム、うん、でハワイだと$3541ヶ月で、他の区、他の全米だと他いろいろ州によって違うんだけど約$194、$200くらいもらえるみたいで、まあ1人こう世帯が増えていくとプラスプラスプラスってなるということみたいだよ、うん、仕事中ですが真っ当な不労所得を、ほうほうほう、親も自分の妹が風俗やるくらいならニートが生活保護でもいいと思わんのかねと、うん、だからみんな生活保護受ければいいんだと思うけどね、うん、でなんかそのそれ誰が決めてんだか分かんないんだけど、だからどうせ所長みたいなのがな勝手な基準って勝手に決めてんだと思うよ、なんか適当にその何ていうか自分たちは上から目線で自分たちも税金で食ってるくせに、なんかこうごちゃごちゃ言ってくると思うんだけど、うん、だから車の所有とかもなんか別に田舎だったら必要じゃん絶対。で持ち家もなんかこう書いてあるけど、なんか別に引っ越さなくちゃいけない状態でなければ OK みたいな、うん、貧困でないと困る業界ある、うん、まあそうだと思うよ、うん、ケースワーカーが決めてるっていうさ、ケースワーカーって何そんなに力あんのって思っちゃうんだよね俺、だそんな力持たせちゃダメじゃないの、なんかいつも思うんだよ、そのなんか介護の時もなんか介護なんとか士っていうのが来てさ相談に、でその人間となんか役所の人間が決めるわけでしょ、その人が生活できないかできるかとか、こんな重大な問題をさ、そのなんかバイトのケースワーカーさん、バイトだからよくわかんないけどさ、これ決めちゃっていいのかな問題ってある気がするんだけど、皆さんどう思いますか、うん、もう人が集まるんじゃないこれ20人じゃもうちょっと集まる皆さんちょっとリツイートしてください、ちょっとみんなと喋りたいな、うん、生活保護、うん、ケースワーカーを民間に任せようと今検討されてる、あそうなの、だからケースワーカーって何公務員なの今、それケースワーカーっていう人はだからどうやって決めてるわけこれ、私の担当は非常勤のケースワーカー、あ、そうなの、あ、だからケースワーカーっていうのはだから何故そのこの人は生活保護でこの人は生活保護じゃないってどういう基準でどういうして決めてんのかな、あのコインください延長したいんでお願いします、基本的に単純に貧乏ならできますと出ますと、うんうん、あ、マイケルさんあざっす、うん、市役所にいるから公務員、いや市役所にいるから公務員とは限らないんだよね、あ、小野さんお茶あざっす、あ、キュキュキさんありがとうございます、うん、うん、なんかライブ延長できたみたい、あざっす、はい、ということで
あ、ありがとうございます竹巻さん。横須賀さんは、横須賀は配属された市職員が行く感じ。あ、そうなの？昔の民生委員。民生委員はボランティアみたいなもんだよね。そういえば。私は延長できないけどあげます。あ、あざっす。車持ってる人は受けられないっていうわけじゃないみたいよ。一応なんか車資産として、だから資産を持ってたら受けられないってことで、車が資産だっていうことでダメっていう感じらしいけど、なんか別にその絶対ダメってわけではないらしい。で、なんかさ、もうこのなんかすごく思うのは、その、コインってお金かかんの？嘘？そうなの？なんか俺もコインとかなんか普通にあるけど、1円もお金使ってないけど、こうツイキャスで。 これで、市町村によると思うよ。というかね、市町村っていうか、担当の考え方じゃないの、俺。もう人の考え方によると思うよ、俺、これ、完全に。もう、なんかそこら辺がね、なんかね、すごい納得できない、俺は。まあ、納得できないっていうか、もう、なんつうのかな、こう。ツイキャスの仕組み？ああ、俺もツイキャスの仕組みはいまいちまだわかんないんだけど。まあでもツイキャスやりやすいよ。なんか。あ、それで、日本もさ、結局ルールが曖昧。ルールが曖昧なんだよね、森永さん。そのね、ルールが曖昧なところに、その役人たちの権力というのがあるんですよ。これが重要なんです。要するにもうね、私の担当は100人以上いる。え、そうなの？へえ。じゃあもう絶対決めらんないじゃんね。ね。まあ、だから、AI にしちゃえばいいのにね。だ、生活保護自体、生活保護っつうのが、だから、なんつうのかな。それを誰かが、こちらが申請しに行って、誰かが、それを審査してとかいうこと自体がなんか意味がわかんない。けど。それがなんかこう、嫌だみたいな感じで、行かない人もいっぱいいるだろうし、行って嫌な思いして、二度とやりたくないみたいなのも結構あると思うんだよね。それに、どうしても、ケースワーカー自体が金を出してないんだけど、すごい目で見られんの。嘘。ハグさん。そうなの？俺も行ってみようかな。一回。すごい目で見られんだ。相性悪かった最悪。本当だよね。生活保護を受けてる人に N 新 YouTuber に乙電したらボコボコにされた。あ、そうなの？なんで？その上相談内容はダダ漏れ。あ、そうなんだ。個室じゃないんだ。へえ。全部嘘つけばいいじゃん。ケースワーカー優しいって言ってるよ、マイケルさんは。だからやっぱ、その人によるんじゃねえの。個室とかじゃないのね。へえ。個人情報も何もないね。そんな、なんか、お金がなくて大変とかいうさ、身の上話をさ、しに行くのに、その情報が、だだ漏れなわけね。優しいって言ってる、市川さんも。僕も優しいと思うって言ってる。高速バスで大阪来てる人、生活保護目的。あ、そうなの？
まあでもね、受けられるんだったら受けちゃった方がいいんじゃない？なんか俺はなんか生活保護が2900万人ぐらいになれ、2000万人ぐらいになればベーシックインカムにどうせなるなと思ってるんですよ。200万人ぐらいだとなんかみたいな感じだと思うけど、なんかこれがね2000万人とかになっちゃったら、むしろ優しくないのは申請者。まあそういうのもあるかもね。なんかまあ分かんない。これはただそのなんかアメリカでは10%の人がフードスタンプ持ってる、フードスタンプをもらってるのに、まあ、フードスタンプはね、まあ食べ物だけがもらえるっていう、まあ、アメリカっぽいさあれだけど、日本は2%しかもらってないので、ケースワーカーさんが脅されて死体遺棄までした事件。そんなのあるんだ。怖いね。まあでも遺棄しに、なんかね、もらえるもらえないだと天と地だからね、これ、生活保護。それが悪いんじゃないの、やっぱ。生活保護をもらえたら天国みたいな、生活保護をもらえなかったら地獄みたいなさ、そのなんか差がそういう事件を起こすんじゃないですか。いかがですかね。ケースワーカーが猫ばまじった事件も最近あった。あ、そうなんだ。そんなのもあんだ。心療内科とズブズブだと発達障害のし、まあそりゃそうだよね。なんか精神科とかね、あると思うよ。利権だな、利権。まあだからこの生活保護をもらえると、日本は貧困化してるので生活保護は増えてますよ。まあいや本当はもっともらっていいんじゃねえかって思うけどね、本当に。全然もらっていいと思うけど、もっと。ただちょっとこう、医療費まで全部タダにしてるっていうのはちょっとここがね、これやっちゃうと、やっぱいろいろあるわな。これどう思う、みんな。こう、医療費までタダにするから、薬を転売したりとか、なんか、生活保護者を利用をやたらと入院させる病院が出てきたりとかするんじゃないの、これ。で、一方でさ、その生活保護じゃない人は、歯医者で生活保護を嫌う人がいます。そうなの？なんで？なんで歯医者は嫌うわけ？生活保護。でもそのケースワーカーっていう人はさ、こうなんかさ、勘違いしちゃうんじゃないの？これって。ねえ。なんか神じゃん、神。12万じゃ正直生活厳しい。まあまあそうなんだけど、999さん。でもさ、医療費ただじゃん。で、介護もただじゃん。だから別になんか、良くないですか、それ。とりあえず。だからそのなんかそれで我慢しろとかそういうつもりは全然ないんだけど、年金が、石野さんね、だからさ、その10万ちょっとで食べられないよね。年金だと6万円で、生活保護だとそれ倍以上っていうのは、しかも年金暮らしの人は医療費も払わなくちゃいけないわけじゃん。介護保険とか。なんかね、その、
俺は生活保護バッシングじゃないのよ。だから生活保護をもらえるのレベルを誰にもがもらえるべきなのに、そのなんでもらえないのかなみたいな。でそのもらうためになんでケースワーカーの人にあなんかいろいろ言われなくちゃいけないのかなみたいな。いや医療費ただただでしょ、だって肩身狭いって言ったって事実だからいいじゃん。別に別にそういうそんなの別にあの市川さんが別に肩身狭くなる必要ないよね。だって市川さんが決めたさ制度じゃないじゃん、そもそもが。うん、ケースワーカーはソーシャルワーカーとも言いますが、福祉系大学を出た女性が多い。あ、そうなんだ。でもさ、なんかさ、その彼女たちがさ、なんかこの人は生活保護で、この人は生活保護じゃないって決めるわけでしょ？だから神じゃん。神でしょ、神。神のような、あの、権限を持ってる気がするけど、どうなのかな、それ。だけど、ケースワーカーが調べて、どうせそこの所長になる、なんか公務員の偉いおっちゃんとかが、ハンコとかってこうやって、やるんじゃないの？違うの？教えてください。うん。で、そのおっちゃんがさ、なんか気分が良ければ、ふやーって、ふやーってやると思うけど。N 国の原さんが本当にもらえてる人がもらえなくて、お前みたいのがもらえるのはおかしいと言われてる。知らねえよな、んな。お前が言うなって感じ。うん。単純にお金に困ってるかどうかの基準？いやだってお金に困ってるかどうかって証明できないじゃん、マイケルさん。だってそれだってさ、例えばよ、マイケルさん、その人はあのシンガポールに10億円持ってたとするじゃん、口座に。で日本にいて、で日本では口座ゼロね。で車も持ってないし、仕事もなんかちょっと体弱いとか言ったら別に支給できちゃうよね。だって分かんないじゃん。わかんないでしょ。海外にどれだけ資産があるかとか、そんなの調べることは絶対できないし、そう、通帳とか調べられるって言ってもあの全部は調べられないはずなの、絶対無理だから。そんなの申告でしょ、申告したものを調査権はないでしょ。うん、確定申告と一緒でしょ。でもしその不正が発覚したら、うん、だから定期的に来るかもしれないけど、それでもその人の金銭状態なんて分かるわけもなく、うん、障害年金受け取れば楽に審査通る。あ、そうなんだ。障害年金が取れればいいんだね。うん、じゃああれだね、市川さん、あのとりあえず精神科に行ってですね、あ、そうだね、維新の会の6万5千円は年金を廃止して、まあそれをベーシックインカムをやるみたいな感じだろうね、きっとね。うん、だあれだね、やっぱそのなんかうつ病だってことでね、寝れないっていうことでさ、とりあえずあの近くの心療内科とか精神科に通って、これで、ね、診断書書いてもらって、これで、行けばいいんじゃないの？もらいたい人は、生活保護。うん。で、みんなで生活保護受ければ、なんか、結局生活保護制度は、障害2級ならまず OK。 うん、まあそうだね、そうなんだね。うん、でまあね、あの俺はね、なんか生活保護バッシングしようとか全然ないよ、別にいいと思うの。俺はだって楽してさ、働かずに生きてくれなんて最高じゃん。うん、全然いいと思うんだけどね。うん、で今もらってるそのやつもなんか
医療費が無料っていうのはなんかこれはなんかやばいなと思うけど、まあでもさ、全国民が医療費無料にしちゃえばいいんで、あ、別に問題ないっていうか思うんだけど、その今の制度を維持しようっていうのが意味がわからない。だってさ、これから生活保護が増えていくわけじゃん。したケースワーカーとかさ、めっちゃ増え、めっちゃ大変じゃん。でしょ？うん。で、なんか、ん？日本人働きすぎかな？まあ、そうでもないと思うけどね。そうでもないと思うよ。だって、1200万人ぐらいの人は、だって、結構株主配当だけで食ってる人とかさ、不動産収入だけで食ってる人とか、もしくはその家族とか結構いっぱいいるもん。うん。で、年金だってさ、その国民年金だけもらってる人もいれば、その厚生年金とかめっちゃもらってる人もいるわけじゃん。で、働いてる人ってね、確かね、3000万人か4000万人しかいないんだよね、勤労者って。だから日本人が働きすぎっていうのはちょっとおかしいと思うよ、俺は。うん。ここまで日本が貧困化したら堂々と生活保護を受ければいい。うん、俺もそう思うよ。うん。全然そう思います。ただ生活保護っていうシステム自体がめんどくさいな。精神科行って適当に行って診断書書いてもらえばすぐ通ると。ここだけの話、うつと診断されて診断書もらう ために薬もらって飲んでない人の話。ああ、そうなんだ。へえ。まあでもいっぱいいるだろうね。うん。だって俺の猫カフェでもね、3代生活保護を3代目っていうジェネレーション3ジェネレーションみたいな彼もいたしね。うん。で、別に彼が悪いわけだよ、全然。なんか、あ、そうなんだと思った。いろいろ、いろいろ裏側聞いてるから、俺結構詳しいかもしれないね、そういう意味で言うと。うん。で、別にもらえるもんはもらっといた方がいいって派だからね、私は。うん。どうせろくなことに使わないんだから、金なんて。ねえ、そうでしょ？そうだよねっていう。なので、もう全然で、私はちょっと今日は、まあ、生活保護、まあ、フードスタンプっていうものはそのアメリカでねもらえてるのが、アメリカは全く自己責任かっていうとそうでもなく、うん、あ、4000万人の人がそうやってやってんだなと思ってね。日本もなんかフードスタンプみたいなの配ればよくないと思う。とりあえずまずなんかベーシックインカムとかだともうなんか反対が激しいんでしょ、どうせ利権が絡んでてさ、ね、生活保護の白なんとかさん知らない。うん。金は社会を回ればいい。あ、本当に。で、日本もなんかフードスタンプみたいなのを配る政策出せばいいと思うんだけどね。まずは1人3万円ぐらい、なんか年収ね200万以下の世帯にフードスタンプ配りますって。結構どう、みんな1人3万円で、2人だと6万円世帯で分のクレジットカードみたいな、こうデビットカードみたいなのを配っちゃったらまずはいいんじゃないの、どうですか。あ、そうなんだ。シロなんとかさんのチャンネルかなり詳しく教えてくれるんだ。へえ。生活保護のもらい方。じゃああれだね、市川さんさ、 あのなんかこう話を総合するとさ、とりあえず精神科に行ってうつ病っていうことにして、それで共産党とか公明党か創価学会、まあ創価学会か公明共産党に入って、それで、申請に行くっていうのが一番なんかもらえそうな感じがするね。うん。
で一応車とかはさなんかねあのないことになってるから名義を変えとくとかそういうことかなね。家とかもねあの生活保護をもらう前にこれはねあの直接聞いた話なんだけどね昔俺話しててあの夫婦をね偽装離婚じゃないけど離婚して生活保護をもらってるおじさんいましたね。マッサージのうちの社員だったね。社員というかあの従業員だったけどね、まあ、そんなようなやついましたね、うん、共産党公明党相手にしてくれない。それ総学会じゃないからじゃない、うん、親にバレないように受ける方法なんか親にバレない方法は難しいかもね。あ、なんかお客さん来たからやめますね。じゃあねー。